こんばんは、堀本です。まあ、今、鈴木さんの方から、ご紹介いただきましたけれども、実は私もあんまりまだまだパブリックエンゲージメントっていうのがどういうものなのかということがよく分かってません。でまあ、いろいろこう調べたりしながら、今日も私の分かる範囲で皆さんと一緒に考えていけるようなということで、資料を作ってきましたけれども、ぜひともこの後に、皆さんでパブリックエンゲージメントってどういうことなんだろうとか、まあ、ここでいくつか事例を紹介しますけれども、その中でこんな問題も考えられるんじゃないか、こういうふうにできるんじゃないかということがあれば、ぜひそういう意見を寄せていただきたいなというふうに思っています。で、まあ、15分ほどというふうに言いましたけど、もしかすると10分ぐらいしか持たないかもしれませんが、まずちょっと、手持ちで紹介できるだけちょっとお話をしたいと思います。まずパブリックエンゲージメントっていう言葉を聞いたことがあるという方はどれぐらいいらっしゃいますか？おられませんか？じゃ例えば公衆関与とか、公共的参加とかっていう、言い方表現で新聞とかで見たことがあるよって人はおられます？いらっしゃいますね、何人か。はい。でまあ、パブリックエンゲージメントってなかなか馴染みのない言葉なのかもしれませんが、もともとはイギリスの方で始まってきたというか、言われるようになってきたことで、パブリックっていうのは、一般の人々のことを指したりとか、まあ、公共的なことを表すことですね。で、エンゲージメントっていうと、まあ、関わる、関係する、関与する、参加する、こういう意味合いの言葉です。ですから、パブリックエンゲージメントっていうのは、2つくっつけると、普通の人が、市民が公共的な事柄に、まあ、関与する、関わっていくって、こういう意味合いの言葉なんです。でまあ、ここまで言われてもまだまだ分かんない、市民って誰か、公共的な事柄って何かとかっていう、ところが、分かりづらいと思うんですけれども、ちょっとこれを見ていただきますと、公共的なことって何なんでしょうか。例えば左上は大阪市の、ゴミ処理工場って言い方していいのかな。実はこれは私どもその PE 班よりももっと前に、数年前に、環境班っていう生活班っていうのがありまして、それで見学に行ったことがあるんですが、ゴミ処理工場なんですね。ただできるだけゴミ処理工場っていうと、なんかみんなからこう嫌がられるとか、ちょっと離れたところに作ってほしいみたいなものがあって、できるだけこう身近なものに感じてもらおうっていう意図もあって、こういう遊園地みたいなデザインになってるんですね。本当はなんか大阪にオリンピックを呼び込もうっていうこととの流れもあったそうですが、こういうゴミ処理場でっていうのは公共施設じゃない。あるいは、右上の方はこれシャッター街ですね。で今日本全国にシャッター街があって、これをどうやっていこうかっていうことが、まあ、行政の人であったりとか、まあ、コミュニティデザイナーっていうような人たちとかがこう考えて街づくりを進めていってるんだけれども、これ街づくり、シャッター街を復興させるのか、コミュニティを再生させるのかとか、どういうふうに私たちの住んでる街を、作っていくのかっていう問題も、広い意味で公共的な事柄で、街づくりとか、まあ、道路整備とかっていう問題も公共的なことなんではないかと、はい。それから左下は北海道にある風車の風力発電の、写真なんですけれども、こちらはもう連日のようにこうニュースでやっているエネルギー問題ですね。エネルギー問題どうしていくのかっていうこともやはり身近な問題だと思います。それから右下の方はちょっとこれ明るくて写真見づらいかもしれませんが、ちょっと前に数ヶ月、2、3ヶ月ぐらい前に話題になった佐賀県の武雄市っていうところで、公共図書館を TSUTAYA に運営してもらおうと。っていうのはやっぱりなかなかこう公共図書館って私たちからこう馴染みがないというか、こうちょっと距離がある、面白くない本ばっかり置いてるとか、あんまりこう遊びがないとかいうようなところがあって、でもやっぱり身近に感じてもらおうということで、そういうノウハウを持っている TSUTAYA に、まあ、運営をお任せして、もっともっとこう楽しい、図書館を作ろうじゃないかと、そういうこれはデザインです。で今話が進んでるんですが、まあ、いろいろ問題もあって、議論になっているというのがちょっと前に新聞で出てたんですが、これは公共図書館、公共的な施設っていうものを作るときに、あるいはデザインするときに誰がどういうふうに考えて関わっていくのかっていう問題になるわけです。でここでは、まあ、大まかに4つ挙げましたけれども、こういうことが、まあ、私なんかの考える公共的なことに含まれるんじゃないかと。
で、この15分の後に皆さんにはこうまた鈴木さんに、マイクを引き続いてもらって、いろいろこう意見とかを出してもらいたいなと思ってるんですが、その時にこんなんだけじゃなくてこんなのも公共的なことなんじゃないのっていうことが あれば、ぜひ教えてほしいなと思います。もう少し、話を広げていきますと、じゃあ公共的なことがある程度イメージがついたとして、その公共的な事柄について誰が決めるのかっていう問題も大きなことだと思うんですね。で、この写真は上の方はちょっと前に新聞に出てた、討論型世論調査っていう2030年の、原発依存の、依存度をどれぐらいにするのかっていうことを、日本全国でやったんですけれども、その時に、無作為に、日本の中からこう市民を集めて議論をしたわけですね。で、その時にはですから、そのまま市民が話し合った内容が、政策に反映されるわけではないんだけれども、ただ、私たちにとって身近な、生活に密着したエネルギーの問題を、どう考えるのか、どういうふうにしたいのかっていう、意見を言う一つの、きっかけになったわけですね。左下が、私が立ってて言うのかと申し訳ないですが、実際に討論もしている場合ですね。今私がこうやって公共パブリックエンゲージメントってこんなもんだと思ってますということを皆さんにお話ししているように、この討論型世論調査でも、何人かの専門家が出てきて、でエネルギー問題ってこんなのがあります、こういう問題がありますとかっていうのことをいろんな立場からまず最初に話題提供 してもらった上でこう討論する。でその話題提供される前とされた後でどういうふうに意見が変わったかとか、そのディスカッションした経験がどういうふうにこう、その人の考え方に影響を及ぼすのかとかっていうこともこう考えたりとか調べたりするわけです。で、こうした問題について結局誰がどういう基準で、決めるのか、公共的な事柄について誰がどういうふうにこう決めるのかっていうのは非常に重要な問題で、ある人は専門家から、あるいはいや政治的な事柄であれば政治家じゃないです、いやいやそうじゃなくて私たちの問題なんだから市民だっていう、いろんな意見があるかと思います。でこれをちょっとパブリックエンゲージメントと絡めて、皆さんはどういうふうに考えのかということをちょっと、話し合ってみたいなと思っているわけです。で最初にこのパブリックエンゲージメントというのがイギリスから始まってきたというふうに言いましたけど、ちょっとイギリスの事例を見てみます。これBSE 問題ということで一時期吉野家から牛丼がなくなったりとか、吉野家だけでないですけど、だいぶセンセーショナルな、ことがありましたね。で当初はなんかいろいろこう表現病と言われてたりとか、いやいやそうじゃなくて表現が問題だから BSE だとかっていうのがありましたけど、ともかくその BSE の問題が起こってきた時に、なかなか原因が分からなかったんですね。イギリスの科学者、世界の科学者初めてのことなので、なんでこんなことが起こるんだ、人間に感染するのかどうかっていうようなことが分からなくて、でいろいろこう考えてる科学者がこう、結論とか、出してたんですが、実はそれがしばらくするとどうも間違ってたということがあったりとかして、科学者って専門家だけれども、専門家って言っても新しい問題については誰が専門家なのかっていう問題も起こってくるし、必ずしも専門家が常に答えを知ってて正しい判断ができるとは限らないっていう、科学者に対する、あるいは専門家に対する不信っていうものが起こってきたんですね。でこれは、もうちょっと違う角度から見ると専門的な知識に対する会議って、そこで、何でもじゃあその科学のことは科学の専門家に任せる、政治的にすごくこう専門的なことは政治家に全部任せるっていうんじゃなくて、やっぱり、私たち自身の問題としてどうしたいのか、どうするのかっていうことを考える必要があるんじゃないかっていうことから起こってきたのが、パブリックエンゲージメントだという考え方ですね。そこで、先ほど鈴木さんの方からもありましたように、私昨年1ヶ月間ほどイギリスの各地をこう回って、パブリックエンゲージメントってどういうことでイギリスではどういう取り組みしているのかっていうことをちょっと調査してきたんですね。でどういうことをやってるのかというと、もともとは2008年に、始まって、 BSE はもっと前なんだけど、やっぱりずっと、長く科学者に対する不信みたいなものがあって、なんとかしないといけないということで、始まったんですね。でそれはもう2011年に、の1月で終わってるんですけれども、イギリスの6カ所に、ビーコンって言われる、拠点みたいなものを置いて、大学とか博物館とか、いろいろ NGO 団体とかがこう連携してビーコン、その拠点を形成してるんですが、そこで、いろいろこう取り組んだりするわ
ですね、先ほどの公共的な問題、医療の問題もあれば教育の問題とか福祉の問題、こういう問題に取り組んでいるわけです。で、このプロジェクトではパブリックエンゲージメントを進めるためにその支援を行ったりとか評価をしたりとか奉仕、したりそれをこう広げていくという、そういう活動をしてたわけです。で、私もまあこれでなかなかやっぱ面白いことやってるしいいなということで、日本ではどうなんだろうということでちょっとこう今考えている次第です。でまあ、やっぱり今あったように大学っていうのも一つのこう専門的な地の場みたいなものもありますし、一つの動きとして大学を開いていくっていう、これもそのパブリックに関わる公共性っていうところに関わってくるキーワードになってくるところで、イギリスなんかはですからできるだけ専門家っていうところ、すごくこう大学の先生とかっていうとちょっと遠いような感じがするけど、そうじゃなくてもうちょっと身近に感じてもらうっていうことで大学を開くっていうようなことをやってます。これなんかは、これは、エジンバラ大学、エジンバラ大学ですけれども、ビジターセンターっていう、その、普通に立ち寄って、こう中を見たりとか、そうすると、大学でこんなことやってますよ、こんな先生がいますよ、こういうこと興味があれば、こういうとこアクセスすれば、あなたの求めてるものがありますよ、コンタクト取れますよっていうことが全部わかるんですね。で、スタッフがいてて、何か相談すれば、何でも乗ってくる。こういうビジターセンターがあってですね、でこれは、マンチェスター大学っていうところですが、すごい大きな御堂筋みたいな大きな通りにポンとあって、でやっぱりカフェみたいな感じで誰でも入って、でパンフレットとか見たりとか相談をしたりとか、大学にどういうふうにアクセスしたらよいのかとかで、まあ、カフェもあるので普通に大学生と交わって、お茶をしたりとかできるわけですね。でまあ、あんまりこうイギリスのことばっかり褒めてると、反対はどうなんだって言われそうで、反対も一応こういう私豊中キャンパスってところにいますけれども、駅から一番近いところに総合学術博物館があって、誰でも自由にタダで入って博物館の中を歩き回ったりとか、カフェでお茶をしたりとかできるようになってます。で、もう少しだけちょっと長く大丈夫かな、はい、あと4分ほどですね。もう少しだけ身近な例でちょっと具体的に考えてみるとどうなのかっていうところまでお話をして終わりにしたいんですけれども、例えばね、イギリスでどんなことやってるかっていうと、まあ、さっきいろいろ図書館の例とかエネルギーの問題とか出しましたけど、これは科学博物館です。大阪も中之島に科学館ありますけれども、イギリスの科学博物館っていうのはすごくこうアトラクションが多くて、ゲームとかあって、で参加したりとか体験したりするようなものがあるんですね。非常に楽しいです。何回でも行こうかなと思うようなものがあって、それは何でかなって思うと、やっぱりその利用者がその運営に携わってるんですね。単にこう科学館っていうのがあって、科学館のスタッフがこんなもん展示しようとかっていうんじゃなくて、こんなものが見たい、こういうふうにすれば楽しいっていう利用者が運営に携わっていて、でスタッフなんかもボランティアで地域の住民が関わってたりとか、あるいはもう仕事辞めて引退したような人がボランティアでこう案内をしたりとか説明をしてくれたりとかするわけですね。でそういう中で、地域の人々とこう触れ合ったりとか、私たちの身近にこう感じられるような科学館というものが実現されている。で、これ私の住んでる重曹の駅の前なんですけども、自転車だらけで、まあ、こういう障害物がたくさんあるような、じゃあ道っていうのは誰の問題なのかっていうことを、さっきの科学館とか4つぐらい紹介した問題と重ね合わせて考えてみるとどうなのかっていうと、これなんでこんなことが起こるのかっていう話なんですね。科学館もなぜ日本も科学館はすごく中之島のところ面白いと思うんだけれども、博物館とか美術館とかやっぱりヨーロッパとかと比べるとちょっとこう遠い感じがする。なんでなのかっていうことを考えた時に、誰の問題なのか、これはじゃあ例えば障害を感じる人の問題なのか、あるいは道を塞いで駐輪する人が悪いのか、あるいはこういやいやそんなのは駐輪場がないからこういうところにこう自転車止めるんだって行政が悪いっていう話で解決できるんです。で、誰が考えて誰が取り組む問題なのかっていろいろあると思うんだけれども、パブリックエンゲージメントの考え方っていうのは、いやそれは私たち一人一人が考えて取り組むべき問題なんじゃないですかっていう、こういう問題提起をするのがパブリックエンゲージメント。ですから先ほどの例と合わせて考えると、街をどんな街に私たちが住みたいのか、どうやって街づくりを進めていくのかっていうところとか、住民参加とか、我々自身がその街に住んで、利用して生活をする当事者なんだっていうところが、パブリックエンゲージメントと関わってくるキーワードなのかなというふうに思います。はい、
でこれ最後のスライドですけども、これもちょっとあの言葉ありませんが、スカイツリーっていうのができましたね、あの東京 でスカイツリーってすごくこうみんなわーっと盛り上がってあの言ってるんだけども、でも地域に住んでるあの周りにものすごくゴミが増えたそうなんです。だってものすごい数の人が、いっぺんに来て、でゴミ捨てる場所もそんな別にスカイツリー の展望台とかでゴミたくさん捨てられないから、それをみんな持ち帰るのも嫌だしってこう帰りしに捨てていくわけですね。そうすると地域で普通に過ごしてて、生活して商売してた人が、朝また店開けたらもう目の前ゴミだらけです。この問題はじゃあ誰が解決するんですかって話とか、あの同じようにあのスタジアムとかあの野球とかサッカーとかあった時にも同じ問題が起こるって話を聞いてますけれども、こういうことをまあ一つのきっかけ、まあ、取り掛かり、まあ、話のこう、トリガーとして、この後にちょっと皆さんに身近なところでどんな公共的な問題があるでしょうかということを、これから考えてほしいなと思います。大体15分ちょっと出ました。はい、ということでじゃあ、鈴木さんの方に、はい。